高橋由一チャンネル。ロシアとのうまい付き合い方を教えてくださいって来てるんですけど。あのね、どこの国もそうだけどね、あのうまい国のうまい付き合い方なんてなかなかないよね。で、あの所詮さ、もう非常に道のりの長い話なわけ。で、北方四島だってさ、なんての70年間ぐらいね、もう帰ってこないやつだからね。返してもらおうと思ったら、あと70年間ぐらい交渉する感じじゃないと無理なんだよね。100年ぐらいのスパンで考えてて、時々100年ぐらいあるといろんなこと起こるからね。あの、ロシアの時も、あれだよね、あの、ベルリンの壁崩壊の時あって、あれが一番チャンスだったんだよね。ああいう時ね。ああいう時に非常にチャンスがあるんだけど、その、いつ来るか分からないチャンスに向けてずっとやってるっていう話だから。でロシア人自体はそんなに嘘つきではないよね。あ、そうなんですね。あとあれだよね、あの、要は胸襟を開くっていう言い方なんだけど、ロシアの方はさ、はい、あれだよね、玉を握るっていう言い方だもんな。へえ、うん、要するに外交やっててね、安倍さんがやろうと思ったんだよ、はい、あのプーチンと2人でお風呂入って、はい、2人でお風呂入って握ったら勝ちだと思ってたんだけどね、はい、向こうも分かったら入らないで、それでその、あのそのくらいはまあ、あの溶け込む人もいるしね、うん、橋本龍太郎さんがさ、エリチンとさお風呂入ったらしいんだけどさ、はい、握んなかったってなかったみたいな、そこで握ったら勝ちだったリアルな話なんですけどそうやって握ったら勝ちだからね、うん、案外うまくできるかもしれないよ。実際安倍さんはプーチンとはうまくいってたんですか。まあ一方方向かもしれないけどね、うん、でもあれ、あの中国との二方面作戦ができないから、うん、プーチンとは仲良くやってそういう感じだったけどね、一生懸命やってたんだけど、まあ結果がうまくいかない時もあるけどね、もうちょっとあれだよね、あのロシアが経済苦境になって危なくなるといいチャンスが出るんだけどね、うん、じゃあ今日本としては、うん、中国が一番厄介だから、ロシアとは仲良くしておいた方がいいっていう感じ。まあ、程よくやってて、あの、首脳会談やってるだけでいいってんだったら、いくらでもやれるんじゃないの？なるほど。でも、いろんな国とうまく付き合うっていうのは正直言って難しいよね。うん。だから、外交関係っていうのは、その、一朝一夕にはうまくいかないから、だから、いざという時に何かがエネルギー、何か出せるために普段付き合ってるって、それが100年一遍かもしれないし、50年一遍かもしれないし、よくわかんないよね。続いてもう一つ質問なんですけど、うん、子供がゲームばかりして困ってますっていう質問があるんですけど、どうしたらいいんでしょうかという。いいんじゃないの？あのね、ゲームしたらダメっていうのはね、うん、昔の発想だよね、うん。もうそこまで行くんだったらね、もうプロゲーマーになれっていうぐらいにやらしたらいいや。そしたらね、プロゲーマーぐらいにさせるとすんごくやんなきゃいけなくなるから、ゲームやめちゃうかもしれないよね。こうでも、いつの時代も子供が何々ばかりしてるみたいなのって結構あるじゃないですか。私なんかそういうふうにしてるときにね、そこでね、あのね、一ゲーム言い出してね、プロぐらいにやれっていうふうに言う方なんだけどね。そうすると意外に大変だよ。ゲーマーでプロになれって言うと、そこのレベルまでやるなんてことになると。そうですよね。うん。だから遊びも真剣に遊べっていうタイプだから、私はね。だからね、ゲーマーとかね、テレビなんか見てんだったら、プロになってやれっていうぐらいに言っちゃうけどね。高橋さんの少年時代っていうのはどんな感じだったんですか？プロになるように、そういう教育ばっかりされたよ。だから、ウィンタースポーツなんかやってる時にね、はい、オリンピック選手になれって。へ、無理じゃん。あ、そうなんですか。うん、だから何でもやると結構凝って、あの、うん、ね、一生懸命やった方だけどね、遊びほど一生懸命やる。だからね、こういうのね、だから勉強しないからゲームやっててけしからんと思う人でしょ、うん、だからね、勉強しなくてもいいけどね、ゲームでね、家建てろっていうぐらいに言ったらいいんだよ。そうすると逆にね、そこまでやんないよって感じになると思うよ。そうなんです、うん、私が親だったら言っちゃうよ。じゃあね、ゲームやるんだったらプロプロになれと。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。